はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、菓子パンやりました。ちゃんとやりました。もう今日も朝からお米と味噌汁と納豆を食べて頑張ってます。途中お腹すくかなと思ってたんですけども、意外にお昼ご飯まで腹持ちいいんですよね。しっかりご飯とか食べると、やっぱそのね、菓子パン美味しいからずっと食べてたら、また食べたいな、あの甘いの欲しいなって思うわけですよ。でもまあそれがないんで、ちょっとなんか体調子ええかなって思います。まだね、1週間も続けてるわけじゃないんであれなんですけども、まあ腹持ちがすごいいいです。本当にやっぱしっかりね、したものを食べるもんやなと思いましたね。まあ改めてそのご飯っていうのとお菓子っていうのの違いを感じましたね。まあでもこれしっかり1ヶ月ぐらい続けていったら、まあ、体重の変化とかね、この今顔ちょっとまだ丸いですけど、それの変化が見られんちゃうかなってちょっと期待をしてます。まあそのまあ見た目もそうなんですけど、なんか数値ね、やっぱりコレステロールの数値が上がってるよって言われたことがあるんでね、そこを第一に気にして頑張っていきたいと思っております。我慢ですね、我慢ね、我慢するん嫌いやねんけどまあいっか、我慢しましょう、頑張ります。今日は以上となります。最後まで見ていきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。